上が内回り、左、桜の宮、右、大阪駅北側の通路天満駅は、大阪府大阪市北区西北町にある、西日本旅客鉄道大阪環状線の駅である。駅番号は、JRO10。駅シンボルフラワーは、梅の花である。大木町、天神橋筋六丁目両駅への方向を案内する、掲示。直通先の阪急の表記も見られる。 直営駅で京橋駅の管理下にあるが、地区駅として駅長が配置されており、当駅は桜の宮駅を管理している。アーバンネットワークエリアに含まれており、IC 乗車券、アイコカを利用することができる。また、JR の特定特市内制度における大阪市内に属する駅である。天神橋筋商店街や天馬市場の最寄り駅である。接続する鉄道路線として、 大阪メトロ、堺筋線大木町駅のほか、阪急千里線、大阪メトロ、谷町線天神橋筋六丁目駅も比較的近い。なお、校舎については、運賃の節約や着席確保などの目的から当駅との相互間で乗り継ぐ利用実態が往々にしてあり、当駅よりの改札口には、地理案内も掲示されている。 現在の大阪環状線の東半分となる区間は、大阪鉄道の本線と、関節鉄道東海道本線の間を結ぶために建設されたが、その玉造駅梅田駅間開業時に、京橋駅と共に設置されたのが、天馬駅であった。駅名は、駅南方一帯の地名、天馬にちなんだものである。 単式ホーム2面2線を有する高架機で、分岐機や絶対信号機がない停留所に分類される。改札、コンコースは1階、ホームは2階にある。改札口は1箇所のみ設置されている。1933年の高架化より、島式1面2線で、現在の2番乗り場に当たる部分しかホームはなかったが、1967年に、現在の1番乗り場が作られた。 有効庁は、1番線は10両編成分だが、10両編成の1号車と10号車部分は、柵で仕切られ、立ち入りできない。2番線は8両編成分である。大阪環状線改造プロジェクトの一環として、2015年3月22日から、大阪出身の愛子の楽曲、花火が発車メロディとして使用されている。大阪天満宮で夏に開かれる、天神祭りにちなんでいる。 2019年度の1日平均乗車人員は26,377人で、JR 西日本の駅の中では、六甲道駅に次いで、第33位である。近年の1日平均乗車人員は、以下の通りである。天神橋筋商店街カンテレ、大木町スクエア制度会館総本部駅北側には、天馬市場があり、天馬市場と天神橋筋商店街の間に商店が、 密集しており、駅周辺は大規模な商店街となっている。また、飲食店も数多く存在しており、庶民的な市場、盛り場となっている。注釈出店、ありがとうございます。